ジープグラディエーターはジープブランドで販売されるクライスラーのピックアップトラックである。ジープグラディエーター1962年から1988年まで販売されたジープのピックアップトラックである。ジープはゴニアのプラットフォームをベースに開発された。1971年以降はジープトラックまたはジープ J シリーズと呼ばれた。 ジープグラディエーター2018年11月28日、カはグラディエーターを発表した。4代目ジープラングラーのプラットフォームをベースに開発された。エンジンは最高出力 285P の 3.6LV6 ガソリンエンジンが搭載され、遅れて最高出力 260PS の 3LV6 ディーゼルエンジンが追加される予定となっている。 2021年9月に、ストランティスの日本法人の一つであるフカジャパンが2021年冬に、日本での発売予定を発表した。LA 賞2018、ジープのピックアップトラック、グラディエーター登場。2019年6月24日閲覧。ジープ初のピックアップトラック、グラディエーター混同国内発表フカジャパン2021年9月15日。 ありがとうございます。